お疲れ様です、ナミさん。動画の方ありがとうございます。そして昨日はパソコントラブルもありまして、プラス H2 クラブへの、ね、大阪へ向かうという予定もありましたんで、まあ、非常にね、タイトなスケジュールであったんですけども、まあ、おかげさまでなんとか平常運転に戻りまして、でいろんな方にね、お世話になったなっていうところと、H2 クラブではね、私の登壇の機会もいただけて、まあ、非常に感慨深かったなと。やっぱりこう、ネットビジネス参入して10年、小野田さんも言ってみれば同期みたいなもんで、ナミさんも同期みたいな感じなんですよ。で、吉谷さんはね、会場にいらっしゃらなかったんですけども、やっぱり名前の出る人だなというふうには感じましたね。で、これからもね、こういう機会、私も設けていきたいなと思うのと同時に、2024年はっていうくだりで、来年はこうしよう、ああしようっていう話は結構出たんですけども、でも来年を待たずにね、もう今からやってもいいじゃんって私はやっぱり思うんですよ。いつもいつも、一歩先、二歩先を行くんだったら、誰よりも早く一歩を記す、二歩を記すってことをやらなければ、1月1日ね、年が明けるの待ってられないですよね。ということで、来年はオンラインカジノに挑戦しようかと思います。ね、私は個人的にあんまり気に入らないんですけども、IR 法も通ってですね、大阪のカジノもこのまま進むと思いますんで、おそらくメイドインジャパンのカジノってのが一つの波になると思うんですよ。やっぱりこれビジネスっていう感覚で、まあオンラインカジノをね、制する部分は私も当然持っていないと守ることができませんからね。つまりオンラインカジノにカモにされないためにオンラインカジノのプロになっておくっていう必要があるのかなと思います。もちろんプレイヤーとしてのプロではなくて仕掛け側としてのプロです。気合い入れてやりますんでよろしくお願いします。それではお疲れ様です。また明日。